次の映画が、銀座物語です。そうそう、でなんかそこの銀座物語の監督のインタレスティングたけしさん、インタレスティングたけしさん、インタレスティングたけしさん、なんか言いづらいから略して、インタケさん、インタケさん、インタケさん、誰ですか、え、なんだって、本当にインタケさん、はい、あ、インタケさんどうぞ、え、本当にインタケさん、ありがとうございます、インタケさんです、あったら分かるって何が分かるのかなと思いながら、分かりました監督はあれですか、次の銀座物語の監督を、はい、役者もされてて、監督も、はい、もちろん芸人やってますね、はい、それちょっと映画の方にちょっと行こうかと思って、はい、それで今次のすのはデビュー作なんですよ、一応映画の、あ、もともと芸人さんやられてて、はいはい、で今映画監督に転向されて、はいそうそうはい、それのデビュー作が銀座物語、はい、そうです、はい、見どころって何かありますか、見どころは、なんですかね、銀座なんですけどね、銀座物語なんですけど、旗がやつ撮ってたって、あ、銀座物語って旗がやつ撮って、なんだ、なんすかね、見どころは、なんですか、先輩、結構有名な先輩に出てもらってるんです、有名な先輩に出てもらってる、委員会では有名なチャンスお嬢さんっていう、ちょっと有名な方が主演になってくれてて、はいはい、チャンスお嬢さん、はいはい、お父さん、どういう演技をしてくれるか、はいはい、皆さんが、やっぱり芸人仲間さんとかが、はい、たくさん出ていただいて、みんな大体芸人仲間ですへぇ、これは撮るのにどれくらい、いつ撮られたんですか、2年ぐらい前ですね、あ、2年前に撮った作品を今回、はい、わかりました、はい、じゃあ、まあ、早速上映の方はいけそうかな、あ、いけそうです、はい、じゃあ、インタレ、まあ、インタレさんありがとうございました、ありがとうございます、インタレスティングたけしさんでした、合ってる、はい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 、あ、では、さよなら、あー